ファックザポリスはアメリカ人ヒップホップグループ NWA によるプロテストソングである。1988年にリリースされたアルバムであるストレートアウト・タ・コンプトンに収録されている。歌詞は警察の残虐行為と人種プロファイリングに抗議する内容となっており、この曲はローリングストーンの選ぶオールタイムグレーテストソング500にて425位にランクインした。 1988年のリリース以来、ファックザポリスのスローガンは、T シャツ、アートワーク、政治的表現の形で、今日のポップカルチャーに影響を与え続けており、ボーン・サグズン・ハーモニーのカバーバージョンに見られるように、ヒップホップ以外の他ジャンルにも波及している。ファックザポリスはドクター・ドレイが、警察の基礎内容を聞く、裁判官役、アイスキューブ、MC レン、 および EGE は検察官として裁判官の前で証言する立場として曲が進む。ディリックを通してラッパーはロサンゼルス市警察を批判する。二つの感想はステレオタイプの人種プロファイリングと警察の残虐行為の再現を示している。曲の最後にバ信員は警察はレッドネック、ホワイトブレッド、臆病者のクソったレアローであると認定し有罪とする。 被告とされた警察は提示された証拠がすべて嘘かどうかを争うため大抵を命じる裁判官に対し正義の判決を要求するところで終わる。この曲の発表後、NWA の元に FBI から警察を不当に表現しているという胸の警告書が送られた。NWA のマネージャーであったジェリー・ヘラーは彼の自伝ルースレスの中でこの警告書は実際には ミルト・アーレ・リッチという名の警察官僚が FBI 全体を代表すると偽って独断で出したものであり、彼はこの行為によりハートフォードにあるヘ地事務所へ左遷させられたと述べている。またヘラーは FBI の襲撃に備えてルースレスレコードの事務所から全ての機密文書を削除したとも述べている。カイロのファックザポリスのグラフィティ。 2011年撮影1989年、オーストラリアのラジオ局トリプル J は、最長6ヶ月間ファックザポリスを流していたが、南オーストラリアの上院議員の圧力により、オーストラリア放送協会の経営陣は放送の禁止を決定した。それに反発したスタッフはストライキを行い、NWA のエクスプレス・ユア・セルフを24時間連続放送した。 2005年にそのトラックのスクラッチサウンドがトリプル J ニューステーマ用にサンプリングされた。ありがとうございます。